あれが両足式っすよ。下に棒があったら歩けばいいっていう、歩く。基本的に飛び道具って概念鉄拳にはないんで、あの飛び道具打たないと両打線勝てないよ。 Please select your character. そうそうそう、テイガーはスパークあるからまだいいんだよ。狭間は飛び道具これしかないからさ、届かないんだよね。邪魔機鎖は飛び道具じゃないんですよ。あれあの頭属性あるんで、カルルの前パンで避けれますね。今こそ The Wheel of Fate is turning. 確かに飛び道具消せるけどね。 Rebel One Action。でバングはこう使うんだよってナオイにあのしっかり教え込んだところですけど、どう変わってくるかナオイバング。最初に崩して引っかかって投げ落とす。よりつないでコンボ完走していくね。この男もなんか初回に来た時に比べると地味に強くなってるのがウケるよね。アドリブでつないで空気はかわしていったが引っかかっている。安定コンボで首からこれは痛い指導。しかしコンボミスを期待してバストを使うぜ。ユーイーソーと三振噛み合ってしっかり殺しきれ。まあ今も亮太さんが後ろでいろいろアドバイスしてるのが見えますね。で呼んでいいから前でとりあえず安定相打ちで重い三振ぶっ込んでくる。55シンクギってなんかエロいよね。刺されたら、ユッタ君みたいな顔になって。で、アスリータイクダメージを取って固める。バリア張らないと男子、あれもね、しっかりプライマー経済ありますんでね。入れましょう、ルケン。投げは紫になっていた。投げ抜けて。バレルテーラー。で、ここでガキャン使わせる。ダイエから、昇竜拳。なおえの分際でナメプとかするからですよ。さて最初ラウンド投げ通して何勝利使ってバリア張らないからあーバレ潰して録画できないとね、このゲームかなりきついですよ。投げで暴れ潰し、これは終わった。勝利したのは直江のバグ。最初はマンゴ野郎テンションが低い。誰がっすか、マジっすか。てか誰に対して、俺マジっすか。俺こんなに大きくなってんのに。いや、俺ほらこっち大きくなってるとこっちいかにあの擦るか考えてるから、確かに声は出ないよね。さて、え、ここ、おー、パイパンマン。パイパンマンですよ。The wheel of fate is turning. Rebel One.やばく、デスエンペラがパイパン攻め。
例えば池袋にあのなんかパイパンゲータとかいうあのピンク色の看板があったんだけど、パイパンって直るんですか？そこら辺あの神様詳しいんじゃないですか？すげえ。そうだね、パイパンマンに後で聞いてみよう。いや、気づいたらなんかパイパンマンがどんどん毛がなくなっていく。君と後継上の巨人を捨ててござる。拙者たちが大軍でござる。2500本の毛が。今さ。次だ次。リボー2。パイパンマニアは結構多いんでね、バカにできないですけど、お互いなんかあの両太とバンク同居になるとああいう感じになるんだけど、しっかり捕まえてとか言って、露骨すぎたっていうか、まあ露骨すぎたよね。見えない。あ、おばあ、しっかりつないで、足でね、足で、まあ、これね、しっかり逃がさない、送って、キンパースカル、タッチパン、サッピーちゃんから大吹かれ殺しきる、勝利したのは直江のバグ。え、パイパンって、治療で治るんですか？火星とかそういうのは治るじゃないですか。いやー、パイパンを治す、まあ、パイパン治すは頭おかしいね。そうだね、パイパンのやつらは、俺らのところに怖いみたいな、ね、しまったのでござる。お前らの良さを、一つ一つ分かりやすく説明してやるみたいな感じ。さて、なこと言ってる間に進行しましょう。ジャムオバルケンと言った陣で、相手が誰だっけ、ベルチームだよね。え、何、違うの、ベルさん負けたんすか？勝ちましたよ、知ってますよ。はい、じゃあ言ったジャムはお金を産む産む。りょうたさん、ちょっと俺対策とか教えてやめてもらっていいですかね。また勝てない相手増えちゃうんで。こんな形でデビューしたくない。どこなら納得するの？攻撃の壇上とかならいいの？そこならあなたは本気を出すの？でも、普通に、せこせこしょがりしたいからっつって、あんまり大舞台出たがらないじゃないですか。まあ確かに見せたらこのゲームキャラランク崩壊しちゃうからね。なんすかなんすか。まあリョータがいるから俺別にバングをジャックキャラ扱いしてないんでね、まあ、あいつがいるからまあラグナと同ランク、まあ大体狭間とかと同ランクぐらいいいとかっていう扱いにしてるんで。なんですか。どんな形なら満足だったの、リョータさん的には。もっと？もっと清い感じで。いや、もうそれはもうこのお店かなり清いから大丈夫。意外にやるなって俺らをフルボッコするんですか。意外にやるなって感じで俺とかカゲツとかディオ相手にいつも 10-0 にして。手加減して意外にこいつ強いじゃんみたいな感じの展開したかったのね。なこと言ってる間に今回初参加のジャムオバルケン、まあ、ネルブラではわらき扱いとして千葉県内トップクラスですけど、全国的には知りません。スーパータックル、しかし下が出なくて、外せねえ。めっちゃ固めるけど、
受けました。ぶっちゃけバルケン側にゲージを与えているだけというね。引っ掛けからは拾いずタクル距離を追い出すもりが勝利にガッツを当たりしっかり繋いで打つだがここで2ストライクバッチシーからしっかり繋いで1ラウンド目はジャムをバルケンリボー2なんかその両者さん、なんか僕あるんですか。強いのに露出を控えたい。それはまだあのゲーセン内で露出したら平均ですよ。穏やかに穏やかになめてくるんですか。やります。はい、亮太さん、自分より弱いやつ前向き禁止らしいんで、皆さん間違えて前向き申請とかしないように気をつけてください。俺らは同僚のよしみで前向き登録してもらえるんだけど、なんかなこと言ってないように体力リードはジャンボバルケン手段が見えない。油断たい甘いボール立ち火引っ掛けて攻めに行くが西空中ダッシュを読んでいる。そのボールスキルリボー3アクション。いや別に6本内だったら別に本気出してもいいんだよ。みんな餃子さんってこんなにやるんだすげえって憧れてくれるから語彙の集客につながるよ。むしろ合意のためにもやるべき。なんで来週は本気の亮太さんを。今回はねここに直江とかねいるからね本気出せないのは分かる。亮太さんが僕よりこんなに強かったなんてって言ったら直江さんショック死しちゃうから。侮れませんリョータって誰？リョータ知らないやつこの世界にいたの？まあ、ロポゼぐらいしか知らないのか。あれジャムが勝ってる。それは封印閉鎖いざより。まあゴミクズなんか実況するかしないんでいいんですよ。一体何を食われてる。大事なのはリョータっすよ。はいはい、ハードル上がりすぎワルドだってコメントしたのはリョータと。別にハードル上がってないっすよ。いやだってさ俺らが 10-0 ですよ。そのリョータさんに対してあいつやべえよって何のハードルも上がってないっすよ。はいはい、よかったじゃないですか、よかったじゃないですか。アレクーネ、ボーケンハイン、オーヘッシン。いやだってサブカでしょあれ。 The wheel of fate is turning. Rebel, 普段をだってノーカードにすると本気出しちゃうんですよ。勝ち抜けると、いやノーカードでだから俺らを解放する。まあこの後のノージアイでノーカードのバンクが現れたら亮太かなって思ってくれればいいのかな。スーパードロップチック。やべえ、ライデンもびっくりだ。さあまさか同じような声しやがってこっちに来て。許しません。もうせきれた。なんでさあれ飛び道具判定なんでさ空中ガード不能なんだ。そこはおかしいよね。考えたやつバカじゃないの。ガキャメ切り返して、まだ残ってる。くー投げ出たよキャッシー。人間とは何だ。リボー2なんすか、なんすか、なんすか。アクション。引っ掛けしっかりコンボ入れて、クライマー削りつつ返し投げだ。ああいうのは大事ですね。すぐドロップとか出し切るからさ、クラシックスピリングってやるね。バッチリタイク
まさかもでしょ、こんなこと裏行ったり表行ったりして、しかし捕まえられず。ふぅ、何なんだったの今の。ヒット投げでは広いぜ。この空爆のまでしっかり生かしたいところ。変身大工非常ヒットで、さあピッチャーから殺しきれるか、微妙に見過ぎそう。サーチビーにぶっかけして、なんかそれっぽい、それっぽいけど FMRG でいいよね。さあ、そっかっていったが、割れちゃう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 、あー割れちゃう、うわっ割れちゃうよー、まいー、すげー無駄。リボー3アクション。これがしっかり受けて、さあ、チンシータイク、シータイクからしっかり拾っていく、引き上げならず、そしてここでついちゃった中断できるかな、できてる、できねえのかよ。じゃあ耐えで吹っ飛ばないように PC から向こう持ってきて、何もろドロップ当たっちゃったでごじゃる。勝利したのはベルのアラクネ。アラクネウィン。いや、あの別に、僕はあの合意の宣伝してるだけなんで、あのりょうたさんちょっと自意識過剰なんじゃないですか。はい、まあやっぱりね、あの会社の先輩としてね、あの後輩はそうやってあの育てていかなきゃいけないと思うんですよ。でもあのりょうたさん今年はあの攻撃優勝するんでしょ。Please select your character. あれ、リオさんじゃないですか。さて、大将は先日戦車に掘られた言った、まあ、昨日あの飯食ってる時に、いや普通にトラウマになりそうでした、危なかったわーっつって、つまりあれぐらいじゃ大丈夫ってことなんですよ。中に出すべきだった戦車は。貴様知っているか、戦車は中に出すべきだったんですよ。リボー1アクション。いやだってさ、メインキャラだけを使ってると飽きるじゃん。ハザマ使ってるよりラグマ使ってる方が楽しいかも。ヒロちゃんは可愛いからね。ほら俺が使ったら、あの千葉最強プラチナとか言ってたあの人前回いたじゃないですか。かわいそうじゃん、あの過激みたいな扱いになっちゃうじゃん。十分強いのに結構うまいレベルになっちゃう。あ、なるほど、りょうたさんの気持ちがよくわかった。あれガキャンで警戒して、お戦車が投入中か。プレイ中にぶっ込みとか戦車さんやりますね。大丈夫大丈夫、夢中だから、ゆったさに夢中。かけられた、ゆたさん、それで、あの、大丈夫なんですか。トラウマとか言ってる場合じゃないんじゃないですか、これ。まあ、ベルさんも次の犠牲者だからな。2月が楽しみだな。2月の5日かな、土曜日。
いつか、いや、バイトしててもいいけど、次来た時に来られるだけだよっていう。そうなんだ。やっぱり誕生日とかあったね、3月14日いる、ヒマと一緒。ヒマゴミとか。さて、チク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 、ユッタが攻める。位置入れ替わって、あ、一番暴れ F 丸バー、まあ、バッサーを取れるとあやつ反則になるんでね。全然甘えだって。やはり暴れ勝利拳、もう一回勝利をして暴れるから1ラウンド取り返していく。ファイナルラウンド、リボー3アクション。暴れるから最高で引き締めでしっかり優しい優しいソフトバッチ幼女に立つ、まあ、幼女に成人式祝ってもらうのに羨ましくなんかないんだからね。俺は死ぬか、ミスってあるよあるよ、バスト使っちゃった、割れちゃった。ユッタが割り開いて勝利。貴様まだ生きていた。はい、じゃあ次ですね、江戸川乱歩チームと、戦車チーム